こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。一周飛ばしまして、6月を一周となります。首位メンソーレ那覇とぶつかりますね。これ日程はカオマンガイがあるから、まあカオマンガイ消化試合ですよね。首位メンソーレ那覇とやってみましょう。3位なのにこちらの方が勝率が高い。なんで見てるんだろう、能力。やっぱり A とか B の数値で見てるんだろうか。前年の勝率とか、その辺かな。危ない危ない。来年2位までに、今年は2位までに入って来年のアジアチャレンジ投票を手に入れることが大事。出られませんからね、アジアチャレンジ投票。そうしないと。入りました、選手権。今首位とは2点差です。バーカー惜しい。抜き身です。抜けられてるから危ないと思った。逆にでもチャンスですよ。緑一気にちょっと焦ったか、シュート。さあ左右から奈々子、サイドから決まりました、2点目。くるみ、花子が上がって、くるみですね。一瞬休ませた方が良かった。当然相手は攻撃的布陣に入ります。反則をファール多いですね、この試合。あ、やばい。おー、助かった。奈々子が奪います。さあ、一気に前に出る。あ、今度は緑。3点目。止まりません、勢いが。首位相手ですよ。すごいな、これ。より攻撃的布陣になっていく。横からミオ。これで前半終了です。疲れが溜まってないな、誰も。そのまま行きましょう。7をマークしときましょう。
さあヘディング来る、あーダメ、オフサイド。あれはよかったんだが、さあこれ中段の選手がみんな疲れてるので丸ごと変えていきます。これこ一気に交代枠使い切りました。あ、交代許されない。出ません。さあこれ7個がセンタリング届くか。くるみやりました、4点目です。ホームで大喜び。さあ2個に1切り入魂。さ相手も完全に攻撃的布陣ですね。超4点差つい4点差になりました。クリア。くるみ、これはコーナーキックになります。緑が釣ります。くるみ、バイシク、ボトムです。夏木横跳び。くるみにタッチして、あ、外れてしまいました。相手ボールをスローインです。あっとミスった。これはいけません。出ます。相手ボールをスローイン、要注意。ヘイロー、お、やばい、間を止めました。完全にこちらペースですね。こういうところも強い。さあ最後の多分攻撃になる。ここで試合終了、5対0圧勝でした。首位に圧勝ですよ。いきなりピンチ、反則が多かったですよね。特に前半は、前半14分、これが先取点。奈良子からくるみ、もう一度何個からくるみ、さあこれ緑がやって持っていってキーパーの横を吸い抜けていきます。これが前半最後の攻撃になりました。後半ですね、ヘディング、7個くるみでが3得点ですよ。ハットトリックです。くるみは
これコーナーキックでくるみがバンシク、緑が蹴ってくるみ、くるみ4得点です。この試合だけで試合終了となりました。首位に躍り出ましたクラーカリバーズ、メソレナハ1点差、筑波ダガマが3位転落、負けたんだな筑波ダガマ。2番手大阪が続いております。練習見つかれましたね。見つかれてますね。ここで、ここは疲れてないな。特攻やったよ。かかわず疲れてない。でこのし、でも。オファーは？アイコって女子選手だな。まあまあ強いかもしれない。アイコはどこにいんだ？函館か。C、D、E、B、E か。今からスカウトする選手でもないな。さあ、これ消化試合です。顔漫才。なので、ちょっと落とします。ヤンか。ヤン、サクラ。負けてもいいです、この試合は。まあ、事実上もう終了ですからね。チャンスだと思ったんだな。
サヨ。どうか取りますが、外、無駄に外に出してしまった。だからキャッチ、キーパーもはるかです。サブキーパーのはるか、キーパーが吉永、女子選手だけでお送りしております。戦っております。これは吉永キャッチ、チャンス。これはいけません。バッと上げて、はるか横飛び、カオマンディ。さあ一気に攻められてますよ。危ない。前半終了です。中南3人をチェンジかな。交代はこう一気に使い切ります。さあ、ゆうな1対1、先取点。あーっと、同点に追いつかれてしまった。相手ボールをスローイン。第一。
さあちょっとピンチはついてます。でも試合終わるな、もう試合終了です。先制したのはクラーカリバーズでしたが、すぐに同点追いつかれてそのまま試合終了となりました。この先制プレイ、ただノッパラット、早い。その後はどっちかといえば相手ペースになっちゃいましたね。あ、これっていうチャンスがなかった。引っ掛け終わりましたが、ボール支配率をもうシュート枠内シュート数を負けているんで、劣勢のまま試合が終わった感じですね。最下位、仕方ないですね。こんな感じです。勝ち点は2、カオバンティと並んではいますが、どちらにしても上位2チームにはかなわなかったんやな。勝ったとしても、バクラーが進出、一方グループミア、ミルザーがセミが勝ち上がりました。これで、ね、次は公式戦2連戦ですね。強い、間違いなく強いが9500万、ポテンシャルがまあ問題ではありますね。ということで、まあ、こんな状況、疲れてる選手はいないですね。A が増えてきましたね。次回は、公式戦2連戦お送りいたします。現在、順位も首位に立ってるんで、このまま優勝といきたいところです。クルミが4得点上げたは一気に11点と11ゴールとトップに上がりました。アシストは7個が2位か、でも3アシストを決めましたんでね。ということで、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いいたします。ライブ配信も行っています。こちら YouTube ライブとともに Twitch でも配信しております。ぜひ Twitch には遊びに来てください。アカウントのフォローもお願いいたします。カルチャービットをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。